おはようございます。2015年9月1日月曜日火曜日6時5分になりました。9月になりました。天気がね、なんかずっとこう雨に乗って秋雨前線がえらく長く居座るみたいな形で、場所によってはものすごい雨が降ったりとかしてるようなんで、なんかもう梅雨時のようなね、夏の前のなんか梅雨の頃のようなでもって全、その雨で、肌寒い、日々になってきました。この前までの強烈な暑さがなくなったのはいいんですけど、ちょっとここまで雨がね強烈になってくるとなんかどうなんでしょうね。まあ今年、というかここ数年本当にもう天気が激変してますよね。もう今までの、もうずっと言ってますけども、過去のデータが全く役に立たなくなってきて、天気予報なんかももうその想定できないというか、どういうふうに予測していいのかわからないみたいなところになってますけど、ね、さて、今日はですね、サンケイビズからなんですが、アメリカサイバー攻撃に経済制裁、中国など想定、草案作成に着手ということで、これね、ちょっと厄介な話というか、まあ、前からサイバー攻撃だとか目に見えない戦争がもう起き始めてるよっていうようなことも言ったりしたんですけども、いよいよ本気で、いろんなことが起きてるの、本気でというか起きててですね、こう、まあ、今アメリカはね、そのいろんなところからサイバー攻撃も当然受けてるんですけども、どうも最近のところの動きでは中国からの攻撃が非常に多くなっているということで、で、まあ、これに関連したニュースがね、ちょっと別の、IT メディアなんかでも出てたんですけども、FBI がですね、その各国の金融機関とかに注意を呼びかけているらしくて、送金詐欺の被害っていうのがものすごく増えてきていると。で、弁護士だとかそういうのを語ってですね、メールを送ってきたりとか、いろんなことが起きてるらしいんですね。その送金完了みたいなのを偽メールを送って、そこからこう、アクセスさせようとしたりとか、いろんなことを仕掛けてきてると。で、まあ、そういうふうにそれの元をたどっていくと、やはり中国の方になっていくということで、まあ、必ずしもね、その中国がやってるとは限らないんですけども、それをさらに、遠隔操作とかしてる可能性もありますし、まあ、可能性というか多分それをやってると思うんですが、ただまあそういったその発信源が中国になってるものが多いとか、まあ、ウイルスのね、とかを解析すると中国語が中で混ざってたりとか、するというようなことがあってですね、まあ、なかなか非常に面倒なことになってきてると。で、まあ、それにいよいよもうこういうそのサイバー攻撃とかがあった場合に、それに関連する銀行とかそういった資金を凍結するような制裁案ですね、それを今やろうとしていると。アメリカがそういう法案を決めようというか、まだこれから草案作りらしいんですけれども、なんかやろうとしていると。まあ、これをこの時期にこの話を出すっていうのは、9月にですね、まあ、今月米中首脳会談が予定されていて、それに対する牽制じゃないかと。だからその場で要はちょっと中国のそのサイバー攻撃あまりにもあまりじゃねっていうのをですね、そこら辺でこうやろうとですね、なんとか抑えなさいよっていうのを言いたいがために、そういうこういうことを今持ち上げてくるんじゃないかなという話もありますし、いや、しかしこういうのはね、日本も今安保法案とかで国会でいろいろね、言って戦争反対とかやってますけれども、まあ、そういう目に見えてこう人がね、戦闘地に行くって
というのもありますけれども、その一方で世界の動きとしては目に見えない戦争、ネットにつながってそのところでのそのいろんな攻撃だとかそういうものが起きているので、本当そのなんていうんですかね、今目の前にあるそのパソコンとかですね、スマホとか、それが戦地にこう巻き込まれるというかですね、こういう戦争にサイバー攻撃とかに巻き込まれるっていうね、流れ玉じゃないですけども、そういうその全然関係ないところに、ウイルスが感染してたりとかですね、全く関係ないところに、そういうサイバー攻撃を誤ってそういうサイバー攻撃を受けるということはありうる話なので、ちょっとですね、そういったこともこう意識していかないと、今後日本をサイバー攻撃とかそういうのに対する対策がちょっとやっぱり緩いというかですね、目に見えないものに対するその対策っていうのがあまりにも立ち遅れてる感じがするので、このあたりはですねなかなか難しいんですが、真面目にこれから考えていかないと、ドローンなんかもね乗っ取られるとかいろんなことが出てくる可能性があるので、気をつけなきゃいけない話じゃないかなというふうに思います。さて、そんなところでもう6時11分になりました。今日はまだずっと雨みたいで、でもって場所によってはすごい強く降ったりとかするようなので、天気予報とか注意してみてくださいね。場合によっては電車が止まったりとかすることありますんで、通行止めになったりとかね、そんなこんなで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。